十字の形で記された12世紀東ローマ帝国の写本、ヒポクラテスの誓いは、医師の倫理、任務などについてのギリシア神への先生文。現代の医療倫理の根幹をなす患者の生命、健康保護の思想、患者のプライバシー保護のほか、専門家としての尊厳の保持、徒弟制度の維持や、職能の閉鎖性維持なども謳われている。 古代ギリシアの石集団コス派の文章を中心とする文書群コープスヒポクラティカムにある。付けられている題名は地下色をカッパ、ヒポクラテスの聖地とも呼ばれる。紀元前4世紀の医学の父ヒポクラテス、あるいは彼の弟子の一人による制限であると広く信じられ、一般にはこの文書群と同様にヒポクラテスの誓いとして流通してきた。ただし、 このテキスト自体は、歴史上実在したヒポクラテスよりも後の時代に、コスハイよりも後の時代に成立したと考えられている。この点は、テキストで、医術という語をもって支持されているものが、現在でいう、内科に相当するものに限定され、外科的な事柄が拒絶されていることからも、推定可能である。なぜなら、コス派の医者たちは、外科的処置も行ったのであり、また、 その処置は優れたものでもあったからである。1508年、ドイツのビッテンベルク大学医学部で初めて医学教育に採用された。1804年、フランスのモンペリエ大学の卒業式で初めて先生され、以降医者にとって重要なものとして長らく伝承されてきた。1928年では北米の医学校の19%で卒業式の誓いとしていたが、 2004年では、北米のほぼすべての医学校の卒業式に誓われている。20世紀末より、医学生が臨床実習を始めるにあたっての白衣授与式が、米国で行われるようになったが、この際に、ヒポクラテスの誓いが読まれることもある。現実に医学部で使用されているものではなく直訳したものを記す。イノカミラポロン、アスクレーピオス、ヒニエア、パナケア、 およびすべての神々よ。私自身の能力と判断に従って、この制約を守ることを誓う。この誓いを守り続ける限り、私は人生と医術とを享受し、すべての人から尊敬されるであろう。しかし、万が一、この誓いを破るとき、私は、その反対の運命を賜るだろう。アメリカ合衆国のユージーン D ・ロビンとロバート F ・マコーリーは、この誓いは、 文化的停滞の典型例で、誓いの作者はヒッポクラテスでなく、この誓いは古代における奴隷性、性差別、秘密主義、自己権力の拡大、魔術などに染まりすぎているとして批判した。上記批判に対して、アテネ大学内の国際ヒッポクラテス協会のマルケトスが、誓いの作者がヒッポクラテス自身であるかどうかは別として、誓いに示してある意志のあるべき姿は、 永遠不滅であるとした。以上の状況などから、ヒポクラテスの誓いの倫理的真意の現代的な改定、系統化を意図したジュネーブ宣言が1948年、第2回世界医師会総会にて採択された。その他、学校独自の誓いを作成しているところが多く、その種類は50を超えている。ロビン、E.D. マッコーリー、R.F. カルチュアルラグザヒポクラティックオス。ザランセッタ345、1422424、P1424、ドイ、10.1016、S0140 から6億7369万2604から。 6、https コロンスラッシュスラッシュ linkinghub.elsevier.com スラッシュ r e t r i v スラッシュ p スラッシュ s0140673695926046 ありがとうございます。